パスファインダー RPG はアメリカ合衆国の出版社パイズオブリッシングが展開しているテーブルトーク r p g ウィザーズオブザコースト社のオープンゲーミングライセンスのもとで開発され2009年に初版が発売された2017年に SF ものの姉妹システムとしてストファインダー RPG を発売2019年には パスファインダー RPG 第2版が発売された。長らく日本国内での展開は行われなかったが、2017年1月、パイゾ社は日本のアークライト社とパスファインダー RPG とパスファインダーアドベンチャーカードゲームの日本、5翻訳権を締結したことを発表。以後10年遅れ、版遅れながら初版の翻訳が出版されている。 ダンジョンズドラゴンズ第3.5版の次バージョンで、ある D&D 第4版は従来のルールを一新して、ほぼ別のシステムのゲームとしてデザインされた。パスファインダー RPG は、それとは対照的に D&D 第3.5版のルールを突き詰め、発展させたゲームであり、D&D 第3版系列の流れを組む D&D 第3.5版の後継と目され、 成功を収めた。非公式に D&D 第3.75版と呼ばれることもある。英語圏では D&D 第4版を上回る成功を収め、2011年頃から D&D 第5版出版以前までトップシェアとなり、最終的に D&D 第3から3.5版に披権する量の出版点数となった。パスファイダー RPG はその開発時において、 開発途中のすべてのルールをウェブ上にて全世界のプレイヤーに一般公開しテストプレイを行ってもらってその意見を製品にフィードバックするという方式をとった。これは MMORPG などの開発ではよく見られるが当時の TRPG 業界においてはあまり見られない方式であった。この1年間にもわたるオープンアルファーベータテストによって パスファインダー RPG は新作ゲームとしては類を見ない規模と完成度を持つに至った。パスファインダー RPG のルールは D&D 第3.5版を発展させたものであるため特徴についてもほぼそのまま継承している。そのためサプリメントなど D&D 第3.5版時代の資産を活用できるのが特徴。ただし D&D 第3.5版時代の煩雑なルールや技能などを一元化し、プレイを容易にするなどの改善が行われている。また、スキルの弱さや使いにくさなどからプレイヤーに不満のあったクラスに対しても強化もしくは改良が施されている。2018年5月にパスファンター10周年プロジェクトとして開発がアナウンスされ、翌2019年8月に正式版が発売。 初版と同様に開発過程マテリアルの一般公開とプレイテストを経たが、今回はそのマテリアルをハードカバー化したものが出版された。第2版では初版と同名となってしまう書籍があるため、書籍、アクセサリーの表紙右上に囲みでセカンドエディションと統一的に明示している。また、検索時にタグ的に用いる P2 という故障をつける試みもなされている。 EN, リストオブパスファインダーブックスも参照。ハードカバーボーンは年4度ほどの観光ペースで順調に観光された。うち一部はポケットエディションとして再販もされた。PDF 販売も完備。そのまま使用可能なプレロールドキャラクター、ユニット集ゲーム用のミニチュア、アイテムカードセット、ゲーム世界を物体とした小説などが発売されている。ありがとうございます。